厚生労働省は先ほど新型コロナの感染の有無を調べる抗原検査キットについて薬局での販売を特例的に認めると発表しました処方箋は不要で全国の薬局およそ6万店舗が販売の対象となります抗原検査キットはこれまでは医療機関などでのみ使用が認められていました PCR 検査より精度は劣るとされていますが 15分から30分程度という短時間で結果がわかります。厚労省は体調が気になる場合にセルフチェックとして活用してほしいとしています。